どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあやっていきましょう。DeNA 戦ですね。それでは出番プレイ、どうしようかな。吉典先発か。ちょっとこれはそしたら投手に注目しようかな。吉典の登板でピンチになると自分で操作見てみようじゃないか。 Here we go。 さあ剛腕復活なるか。とりあえず頑張ってください。この間で投げたあの誰だっけ、あのルーキーの若杉がちょっと意外と炎上しちゃったもんで、なのでちょっと一旦2軍に下げて、また吉典が1軍に上がります。さあお願いします。ワイバーンズを救ってくれ。その剛腕で3番秋山とか贅沢な打線だ。1番坂本とかよ。やべえよやべえよ。いいカーブ、ツーアウトランナー1、3塁。よーし、いいよ。スロースターターだけど最初さえ抑えてしまえば。あ、いや意外と、何してんだ今。取れたやろ今。何が起きた今。マジかよ、俺絶対今アウトだと思った。あーくそ、守備力。さては何、あ、今のシーン見たかった。超ダメなんだ、オルドリッチ。やーん、やっぱスロースターターが響いたか。投手力やかん、投手力大丈夫かなこれ。いいバッティングしやがる畜生。そして外、ここで外が来るのか。抜けるなよ、 OK。 終わった。長い攻撃が。あー3失点痛いな。毎度毎回ピンチはきついな。おうおう、ツーアウトだから焦っちゃダメ。焦ったらやられる。おお、そう確実にストライクを重ねていこうよ。奪三振持ちだったらきっとやってくれる。フライ、これは OK。 高く、よーし、スリーアウトチェンジ。そして、ああダメだ。いやーマジか、ノーアウトランナー一塁、ちょっとやばい流れだね。よし、併殺持ちならチャンスね、これ。 OK、 ヒットフライ。よし、まずワンアウト。オブレッジ、さ、やべえ、打率3割5分3厘、とんでもねえな。ちょっとこれは、ああ頑張れ。どうだ、あ、いや嫌な予感。オープンな、やめろよ、もうギリギリじゃん。怖っ、今この球場だからこそ行ったかもしれなかった、危うく。いや7番外とかという贅沢打線いいな。うちもちょっとスラッガーが欲しいな。だから今外国人助っ人外国人を探してはいるんですけど、ちょっと厳しいもんね現状。とりあえず抑えても、あと投手とバッター、スラッガーとして一人ずつ欲しいなっていうのあるんですよね。あ、これ嫌な予感がする。取れ、ナイスキャッチ。さすが日本代表。1点返した。もう2点。よし、追いついた。これで吉典の負けがなくなった。さよなら。だー、くそー、わー、マジか。あれ取れればな、敗北。負けてしまいました。うい、いやーちょっともったいないということで、それではこっからですね、ちょっと少しどんどんスキップしていきたいと思います。うわ、大連敗中だ、やべえなこれ。さあそれではとりあえず、オールスターゲーム開幕まで飛ばしちゃいましょう。とりあえず助っ人外国人の誰か情報来ねえかな。あーやばい、バネさんゼフ長、お来たね、もう一人待とう。トレード来た、ちょっと見てみよう。まず外国人発掘で
エリス。お。ミートがいくつかにもよるんだよな。どうしようか。ドミニカ出身の30歳。若いな、23歳は確かに。で、まあ、25本。打率もいいしな。3割6厘。結構。ミートがどれくらいかわかんないけど、ちょっと契約してみるか。よし。わかった。エリスと契約だ。かなり賭けんでてる、これは。そしてトレードは一体どんなトレードだ。中堅の、ファースト、メヒア指定じゃねえか、ダメだよ。さあ、それでは、では、スキップして、はい。そして、勝ったー。いいね。お、さよなら勝ちか。あ、せいぜい、延長勝ちか。ワイバーンズやるね。はい。お何イクヌマ。どんな感じ？あー、意外と低い。あ、でも、球速は上だったんだ。まあ、こんなもんだと思ってたよ。ある程度は。さあ、能力判明でどんどんちょっと分かってきたよ、これ。さあ、来た。麻生木工業にエリス選手が助っ人として入ってきた。早速使ってみようか、そしたら。新外国人エリス。これか、あ、じゃあ、采配だな。采配で、野手一軍登録。このエリス。C の A 意外と高いぞ。プルヒッター。あ、これは期待していいんじゃない？賭けだな、だから本当に。身長打法はいかがなものかと思うが。メヒアが、ちょっとメヒア下げてみるかな。2割2分5厘はちょっと低いしな。パワーは上がってるとはいえど。そっか、助っ人枠がもうここしかいねえのか。しょうがない。で、OK。ちょっとエリスを使ってみたいと思います、そしたら。で、とりあえず、それじゃあ試合見てみようかな、ファイターズ戦。出番プレイ。DH エリス、そうだね。基本的にそんな感じで行きましょう。で、出番設定で、新外国人、エリスの打席になると自分で操作行ってみましょう。さあ、新外国人、エリスの力、ちょっとまあ、一試合だけでも見せてもらおうかな。どんなもんか。ドカンと一発かましてくれりゃかっこいいけどさ。パリーグ公式戦8回戦、北海道日本ハムファイターズ対麻生木工業ワイバーンズ。ほう。マルケス頑張れよ。さあ、新外国人エリスの参上である。なんだかな、キャッチャーの井野がすげえ。お、すげえチャンス来た。ん？パワーヒッターかも。さては、違うか、今の演出は。でもガンガン強振でいっちゃっていいよ、これは。さあ、頑張れ。あれ、まあまあまあ、最初ね、試合はそんなもんだ、うん、初打席はそんなもんだよ。先頭バッターは指名打者エリス。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。頑張れエリス。第2球、その力を見せてくれ。打ちました。ああ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。まあ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 、いいやいいや。麻生を追う展開で迎える。さあ、頑張れエリス。エリス、今日は三振とセカンドライナー。最初の試合、来日1年、もう1試合目はやっぱりちょっとインパクト残さないと。ファイターズ、ここは引っ張りに警戒します。頼むよ。打ちました。ああ、弾道はいいが残念。これでツーアウト、ランナーありません。ちょっと嫌な予感がするぞ。さあ、いよいよ最終回、先頭か。なんか気にはなるんだよな、今の。結構甘い球出しだね。気のせい。頑張れ。次は4球目、投げました。変化球、空振り三振。まさかの前打席ノーヒットデビュー。マジか。ちょっと嫌な予感がするぞ。外れが無事じゃないことを祈るが。はい。やべえ、大丈夫かこれ。メヒアが成長すんだ。それ以外でも。よし。じゃあちょっとある程度回しちゃいましょう。オールスターゲーム開幕までズドーンと。あ、イノの能力解放されていくね。
ありか終わったかノリノリが結構長い時間ノリノリだったんだけどね。ある程度みんなの能力が判明するまで待ちますか。お、さらに新助っ人外国人。ただ俺はもうエリスという外国人を取ったからね、これ以上は取らないようにするよ。ちょっとお金がなくなっちゃうんで、いかんせん。さあ、それでは、判明した能力をちょっと見ていきますか。はい、オールスターゲーム開幕。新しく1年目で取った選手のちょっと、申請。前半戦が終了した時点での記録を見てみよう。まあ、リーグとしてはざっとこんな感じ、順位表、ザーンと。残り63ゲームをもちまして、現在24勝56敗、4引き分け、勝率3割。結構ゲーム差広いな。順位表はこんな感じでした。まあ、だよね。知ってはいた。一応、ファイターズには勝ち越してんのか、奇跡的に。なるほどなるほど。まあ、基本よく負けるよねっていう。投手成績表。ああ、ひどい。わあ、ひどい。なんてこった。野手成績表。バントは多いね。いいね。そう、繋ぐ打線で行こうよ。とりあえず、まあ、防御率、勝敗、菊池やべえ。で、最優秀防御率、最多勝、あと最多奪三、一応セーブ、トンキン、八木が14セーブで意外とランクイン。ホールドポイント、中月、お、平田いいやん。いいやん。最多登板、平田超頑張ってる。一番投げてね、エイバリー。いい選手だな、8勝4敗。へぇー、なるほど。最多奪三振、則本。菊池雄星、パネー。どうなってんだ、このせ、やべえ、159球までいってんだ。コントロールも異常に上がってるし。へぇー。一番ホームラン打たれてんの、有原。マジか、そうなんだ。ちゃっかりマルティネス、メッセンジャーと外国人選手が。それでは、我がチームはどんなもんかと。ワイバーンズ。最多勝。まず、最優秀防御率。あ、まだ、やれたな。いや、最多勝。えのきださん。中継ぎ投手がいっちゃってるわけだね。4勝4敗。続いて、白木3勝。あの後3勝したんだ、意外と。まあ、海外留学で覚醒したからね、結構。3勝7敗。須田、3勝3敗、10ホールド。いいね。メッセンジャー。3勝6敗。平田、2勝5敗。で、なるほどね。はい。与座さんが結局あの後一勝したまんまなんだよな。使おうよ、しっかり。もう与座さん一軍確定の方がいいんじゃねえかなっていう気がしてきた。うん。で、生沼。これ彼能力か、判明というか、まあ、こんな感じだっていうね。で、熊井、大本、若杉。若杉なぁ。ちょっともったいないなぁ。山西、山名。山名が0勝4敗。一勝もしないのきついな。有川。覚醒した男。でもそれでも3敗か。八木、守護神14セーブ。で、藤岡、打たれ弱いな。ちょっときついな。阿部、2ホールド、現在。大峰、村田。荒垣。で、戸村。吉則が結局あの後いっぱいか、そのまま。いいピッチャーなんだけどね。能見さんは特に投げてない、無理には。まあ、しょうがねえな。っていうところで、じゃあ野手ランキング見ていきましょう。田中やべえ。パワーヒッターなんだ。まさかの。ギータさんが3割5分7厘。一応じゃあちょっと早い。チームとして、あ、でも野中3割1分3厘やるやん。いい能力の覚醒したわ、特に。プロ1年目で急な覚醒。そしてメヒアが2割5分1厘。マスダ、ホリオ、諸星と。諸星ちょっともうちょっと打ってほしいな。結構頑張ってんだから。伊能はどうなの？あ、なるほど。まあ、これからキャッチャーとして頑張ってもらおうかな。結構パワーが上だったっていう事実。小谷。小谷は結構まあ走力高めだし、それは分かってたから。なるほど。池亀。は、もうお察し。高く、西海。西海、これから頑張ってほしいな。守備力低いな、気になるけど。エリス。は、まだ、不明か。でも一応一本。あれ、打率低くね、想像以上に。1割8分8厘。ちょっとあかん気がする。
溝脇は、初っ端のミートジーだったんだけど、超成長してんだな。あ、これは、あー、やばいな。溝脇結構いいな。そう考えたら。バネさん。ヒロヤスさん、怪我、ちょっときついね。マルケス、これな一勝しかしないのもったいなさすぎでしょ。そうね、何かこう、ピンとくるような選手がいないのがきついね。どうしても。とりあえず、ヨザさんをね、ガンガン使っていくことにします。そしたら。采配。投手一軍登録。やっているやん。こっから頑張ってって感じだね。救世主。さあ、ちなみにだ。ちょっと見忘れてた。オールスターゲーム一体誰が選ばれたのか。我が軍からは誰か選ばれたかな？ワイバーンズ。あ、違う。これだ。パシフィックリーグとオースターファン投票。どうだ？菅野やべー。菊池やべー。わ、あ、平田が2位になってる。いいぞ、中継ぎ。やるやん。お、メヒアが、サードで、サードなの？まあいいや。2位。へえ、いいじゃん。生え抜きが、もうちょっと頑張ってほしい感はあるけど、まあ、いいね、いいね。よし。期待しようじゃないか。それでは次回オールスターゲーム、お楽しみに。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。